だからこっちチャンネル。手押し相撲始まりそうな人。すごい久しぶり。周りと温度感違った人。おい、いい。眠いね。残りのメンバー来る順予想する人。いや、佐藤起きてないまであるな。いや、関口は意外と5分後ぐらいにぬるっと来んのよ。本当は時計見る前から今何時か知ってる人。ごめん、10分過ぎてたわ。キャッチの粘りを一度せき止める人。いやー、今日僕に決定権ないんで。先に初対面の人来ちゃった人。ああ、はじめまして。横田の知り合いですか？ああ、何の知り合い？取れ高のないストーリー撮る人。ごめん、お待たせ。遅刻者に最上級の罰を与える人。いや、切腹よ。電話中に待ち合わせ相手来た人。4人で予約お願いします。あ、そうです。朝のテンションで友達にも敬語になる人。おはようございます。レブス。違った人。遅刻した挙句それ以上の迷惑をテンポよく告げる人。ごめん、遅刻した。あと財布忘れた。はい、どうも、日々これ編集、さがらごうちです。僕って未だに新宿での待ち合わせ苦手じゃないですか。今回そんなことはどうでもいいんですが、待ち合わせあるあるいかがだったでしょうか。私は初めて参加するコミュニティで、知り合いが少ない場合の待ち合わせが特に苦手でして、待ち合わせ時間よりも10分くらい早く着いてしまって、すでに集合している知らない人と合流した場合、そのコミュニティで完成している内輪ネタが10分間続いたらどうしようという恐怖心と、なんか気を使わせてしまうんじゃないかなという申し訳なさから、ギリギリの時間まで周囲100メートルくらいをうろうろして待ちます。最近待ち合わせで自分のことを不審に思ったのは、近くにコンビニがありまして、用事もないのに立ち寄って10分間電池を眺めてた時ですね。というわけで、普段は3分間で見られるあるあるやトーク動画を投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ついでに高評価もお願いします。ついでについでに、さがらごうち会社員の日常チャンネルでは10分以上の動画を投稿しておりますので、ぜひエンディングの黄色いアイコンからチャンネル登録お願いします。